チャーバくんゲームでございます。 YouTube 制作アプリ動画やっていこうということで、新登場したガチャで11回ガチャ引いて当たった選手で即ジャイやっていきたいと思います。新スキル、ビジョナリーパス持ち。まずね、これ何かっていうと簡単に話していきます。ここにも書いてあるんですが、ビジョナリーパス新スキル効果、パスを受ける選手のワンタッチパス、ワンタッチシュート、トラップの精度が上がるということで、初のね、受け手側の能力値上昇起点だよね。デブライネ、グリーズマン、モドリッチ、とにかく新登場ショータイムがね楽しみすぎるんで、まずはねこのショータイムガチャ5回引いていきます。そしてこちらですね、週刊の復刻も来てるんで、こちらも5回引こうかな。残り1回はね最後ちょっとどっちか決めたいと思うんだけど、まあでもこっちのビジュナリーパス6回引くのもありだよね。性能についてもさ話しながらね、ぜひ皆さんもコメントほしいんですけど、行きましょう。じゃあまずはですね、11回勝ちで当たった選手で即試合。1回目、さすがに来ねえか。150分の1でね確率引けなかったが、ここね2週間ぐらいねこの企画やってるんですけど、まだ勝ててないんだよね。引き分けまでは持っていけてる。前回とかむちゃくちゃ惜しかったもん。てかビジョナリーパスさ、ハーランドとのフェノミナルフィニッシュ持ちとかと合わせたらとんでもなさそうじゃない？スピナッツォーラー、ビジョナリーパスの無限の可能性が広がるよね。スピナッツォーラ、右サイドバック左サイドバック両方できるね。ありがとう。ピンポイントクロス持ちはでかい。ということでショータイム2回目。今回のさ復刻ね、ロナウドとかもいるんで、代表のむちゃくちゃ楽しみなんだよね。ただまあ狙い、夢としてはこの、まあ、今回だとね5、6回、ちょっとどっち行くかまだ分かんないんだけど、その中でショータイムの誰か当てたいっすね。即試合で使わせてくれ。よしよしよしよ。まあ見らん見らん見らん。まあここらでね、ここらでやはり前線を当ててですね、レビッチありがとう。前線当てての、こっからねどんどんスパートかけてくから。レビッチスキル優秀なんだよね。スパサブ持ってんだけど、まあスタメン起用がねもう完全にこの企画は濃厚というか、もう核なんで確定だからね。だからワンシュー系、スキル系、しっかりシュート系のスキルを持っているウィングストライカー、センターフォワードもできる。この企画でね適正の広さは嬉しさしかない。来い、デブライネ、モドリッチ、グリーズマン簡単にゃ出ねえな。いやーで最近ねハマってることが、自分の知ってる歌のリズムに合わせながら、なんかこうちょっとなんていうんですかね、楽しいこと言うみたいな。エカンビ、トコエカンビ、インサイドレシーバー、センターフォワードにウィングもできちゃう。ダブルタッチでかい。ビジョナリーパスのさ、本当最近だとあんまりないパターンのね上昇というか、受け手側への恩恵があるスキルだから、めっちゃ嬉しいな。これは面白そう。使ってみたいけど、なかなかやっぱ当たんないよな。簡単じゃないよな。センターバック、ロビンコ、190にでかいな。ありがてえ身長の高さ。ブロッカーはないか。ただマンマークインターセプト。ビジョナリーパスは果たして当たるのだろうか。結構やっぱ最近の11回ガチャのメインのところは、週間でどれだけいい選手当てれるかなかなかポイントなんで、そこのショータイムのガチャもね当てれれば一番なんだけど、確率的にだいぶ厳しいですからね。うわー、何だっけこれ、わー、モレーノ、じゃ何だっけ、モラレスだ、モラレス。なんか最近さ名前が全く出てこないのよね。ドリブラーだもんね、モラレスは。ラインブレーカー真ん中でいても、ウィングのイメージが結構あるけどね。しっかりライブレでダブルタッチにね、ワンシュースルーパスで、コンカドロップと、アウトスピン結構持ってる。モラレスが優秀すぎる。ということでね、週刊ガチャ引いていきましょう。いや、どっちをさ、3回引くかなんですけど、いや、こっち行きたいんですよね。ちょっとまずこのパート2から行っていいですか。こっちにね、CR7 ポルトガル代表バージョンがいるんで、ロナウド当てたいんだよな。モラレスとロナウドで組んじゃおうぜ。いやでも今回こそですね、11回勝ちは即試合勝ちたいんだよね。これあれか、勝負しろ、勝負しろじゃない。よーし、嬉しいわ。
超強いですからね、チャンスメーカーで。ドリブル系高いし、パスできて、いいよね、このバランス能力。スピードもあるし、キック力もあって、特殊ダブルタッチにワンパスルパス、ピンポイントクロス持ち。いや、今回なんかもう勝てる気がしてきたぞ。なんか、すげえ勝てそうな気がすっぞ。今回こそはね、今回こそは、引き分けじゃない。絶対に勝ちをものにするんだっていうね。その一心で11系ガチャ即時計画やっておりますから。あ、マクトミネ中盤、よしよしよし、真ん中嬉しい。マクトミネ右サイドハーフができるんだけど、まあ、どっちかというと真ん中起用したい感はあるけどね。2列目からの飛び出しからのこのバランス能力、守備できるし、スタミナもあって、今回の中盤の本当核になりそうですね。マクトミネ嬉しいな、結構。中盤の真ん中ですね。真ん中で使いたい感あるけど、この後当たる選手でね、変わってくる。ということで、こちらが週間の、まあ、これ合計で言ったら、今5なんで、これ8回目っすかね。あー、ロナウド当たんないか。あ、どうだ、キーパー、よーし。前回キーパーいなかったからね、結構、後半の方苦しい展開を強いられましたけど、今回キーパー当たっていく。ダニー・ウォーズ、ウェールズ代表。コラプシングあって、ディレクティング、かなり近距離系強そうだね。低弾道パント攻撃ていく。ゴールキーパー、よーし、なんかゴールキーパー当たったの嬉しいな。ってことで、こちら3回引いたんで、週間の2回、こっちも引いていきます。こっちもさ、もう今真ん中の打つだけど、かなりいいメンツ揃ってるからね。今ね、足りてないとこで言ったら、まあ、ディフェンスラインですね。センターバック欲しいかなっていうのと、あとは中盤ね、もう少し欲しいですね。結構前線は当たってるんで、ラフマニ、センターバック。順調に揃ってきてますね。センターバックも揃って、今回バランス、まあ、最近結構バランス引きいいんだけど、これがですね、一応5回目ですね。週間の一応5回目ガチャになります。合計だと10回目。さあ誰が来る。でもキーパーも来たし、ディフェンスラインも結構当たってて、あと中盤も当たる。中盤っすかね、中盤欲しいけど。 15PSG、 おダニーロ・ペレーラ、ダニーロ・ペレーラ、あのプレシーズンマッチでどこだっけ、あそこアルナスルと試合してるときセンターバックやってましたね。ダニーロ・ペレイラってなんかめっちゃ中盤のイメージあるんだけど。そうやね、中盤もできるよね。いや、どっちもできるのは優秀だ。まあ、これはちょっとアンカーにダニーロ・ペレイラを置いていくっていうスタイル。これありなんじゃないかなと。ということで、最後ですね。どのガチャを引くかなんですけど、やっぱちょっとショータイムにかけさせてください。なんか来そうな気がするんだよね。ラスト、11人目。デブ・ライネン、うわぁ当たらなかった。ってことは通常6選手、週間5選手で今回挑むことになりそうです。おお、シュクリニアルか。シュクリニアル PSG に移籍してたね。これ5バック割とありかも。11選手揃ったんでね、早速ディビジョン戦の方をやっていきたいと思います。完備だけですね、適正外にはなるんだけど、あとの選手はもう適正バッチリハマって、まあ、特に中盤のダニーロ・ペレラ、マクトミネ、ここですね、刈り取りもしつつカウンターにも転じるみたいな。でショボシュライでレビッチいて、というか今回のね目標は失点しない、ここをね、ここに注目してるからね、早速試合の方をやっていきたいと思います。さあ、ゼニナシーズさん、お願いします。勝ちます、絶対に勝利をものにするんだ。おー、悪くないでしょう。ラフマニの調子がですね、不調を引いてはいるものの、他の選手は悪くないですね。普通以上保ってて、前線もね全員普通以上ある。さあ、古橋選手トレンド来たね。トレンド古橋からのミトーマー左手、メッシ真ん中でギュンドンファビーニョ、いきますよ、お願いします。さあ、このサイドのショボシュライ、ショボシュライはめっちゃポイントだと思う。さあ、ただうまいな、前線から行くよ。結構前からかけたいですね。
そこ狙っていく。ナイス、ダニエル・ペレラ。さあ、で、モラレス。ダブルタッチ置き。いい。逆空いてる。で、ここで消防手来受けて、ドリブルでいいんじゃない？パス。きっと。クロスの振りして、もう一回やめる。で、あえてドリブル。ここ。緊急停止からのパスからのゾンビキアザーダニーロ・ペレラーイエス神かダニーロ・ペレラアルナスルの時もロナウドとねめっちゃバチバチやってましたね対戦パリ・サンジェルマンいやロナウドがさこネイマール出てほしかったんだけどその試合には出てなかったんだけどロナウドがねその分すごかったねプレシーズンマッチのジャパンツアー本当に見せてたオーバーヘッドとかねダニエロ・ペレイラめっちゃいいきたこれはいけるでショボシュライがやめていい緊急停止ダブルタッチパススピードツーラからレベッチワンタッチレベッチやばい出すぎた5バックいるんですよね三笘選手来るが三笘選手うまいなさすがただやらせないこっち5バックいますから OK5 バックはマジで硬いよ攻撃がねちょっと難しいけどそうなんだよねこの辺の落ち着きがめっちゃいるんだよなナイスこれ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 が5バック強さ痛い超5バック守ってくれ三笘選手にやらせないでしょ三笘が来たねチェルシーとの一戦でプレシーズンマッチアシストしてたねすごい本当ブライトンでもうスタメン定着よ絶対に負けないのっていう気持ちをねガチャに伝わったさあこれキックオフとか5バック強いもんね人いるからただギュンドアンとかがね嫌なとこに来るんだよ古橋うまいただこっち正ゴールキーパーさあカウンター阻止しつつレビッチ裏でいいんじゃないあー落としがさあここはミッドマーが怖い古橋早いスピナッツオーラ頼むやらせないインパクト怖えやばいうおマジ猛攻すごいこの GKK じゃ即時計画においてやっぱ後半ですよね怖いのはスタミナうちのスタミナが効いていったところをやっぱお相手は逃さないと思うんでギュンドワンプレーシーズンマッチバルサで出てましたね早速さあダニエロ・ペレラがいるうわうまいマジか適正ないからねいかんびは怖い怖いサネ左利きでこれ狙ってくるやつですねクロスサネで上げてくるよ絶対やめてくれ無理だインパクトクロス止めることができなかったこれは点取り行こうちょっとね今のはもうどうしようもなかったですねやばいトラップがえぐいくらい伸びてるさあここでただこっちはあの攻撃上げてきたエカンビをはいレビッチフェノミナルフィニッシュだだだだ面白いフェノミナルフィニッシュいやーマジかさあカウンター決めきれなかったちょっとレビッチで落ち着くべきだったなもうちょいこのプレスがえぐいですね早いうおいナイボ通るんじゃねなあギリギリ通らないあるよあるあるうわー終わりかーいいとこだったんだけど11今週も引き分けいやー1点守りきれなかったこれが全てめちゃくちゃね悔しいんですけどやっぱ勝ちきれなかったことが悔しいですねただダニーロ・ペレラのこのスーパーゴールよかったまあねもうあと一歩のところまで来てるんでね次こそね次こそ勝てそうな気がするんだけど
まだまだ勝利はお厚げですね。ということで、今回新登場したね、ビジョナリーパス持ち、ショータイムデブライネをね、試合後ちょっと獲得してみたんでね、そしてレベマにして、簡単にちょっと能力をね、旅立て振って見ていきたいと思います。気になってる方もね、多いかと思うので。で、最初に表記されたレベルマックス、総合値98がマックスだったけど、そうだよね、お任せで、この育成で、強っ強い。あ、ディフェンスに1振られてるパターンね。完全に中盤で散らしていくタイプ。総合値98、チャンスメーカーで、これやっぱパスとドリブル系ですね、技術の高さ。デブライネの、このやっぱビジョナリーパス。これからのハーランドとかかなり強そうなんで、まあ、その辺も含めてね、またやっていきたいと思います。それではショータイムデブラインのね、最後マックス総合値見て終わりにしようかな。ゴン、うわー、100円チンターということで、皆さんまたね、明日デブラインのメインショートやっていこうと思うんでね、ぜひ遊びに来てください。ショーさよなら。僕 JK ガチャ即じゃ、次絶対勝つ。